んにちは。よいしょ、よいしょ、こっちだ。という感じの、ゲームを作りました。今プレイしているこれですね。向かってくる三角とぶつかるときに、三角と同じ方向を向いているほど、得点が高くなります。向きによってぶつかる場所が違ったり、次にどっち向きに回転するかで間に合わなかったりするので、瞬間的な判断が要求されます。完全に同じ方向を向いていた場合、スコア200点が加算されます。というはずなんですけど、なんかミスってて200点近く入ることがあります。出てくる三角は全部で30個です。今回はこれを、人工知能にも学習させて、勝負をしてみたいと思います。ということで私のハイスコア、3339点。ということで学習開始、右回転、左回転、ストップの3入力を各フレームで人工知能が入力します。周りの三角との位置関係を認識し、高得点を取れるような入力を自動的に学習していきます。複数同時に学習することで知見も共有し、並列に学習ができる面白すぎる強化学習チャンネル登録よろしく。少し学習したら、ほら、上手くなっているのがわかるでしょ。今回のタスクは入力も少なくて、複雑でもないからすぐに学習することができたよ。1時間ぐらい。現時点でのスコア、1876点。これが学習完了時に何点まで上がるのか。ということで、学習が完了したので、実力を見せてもらいましょう。お、うまいですね。ちなみに私のハイスコアは3339点です。時々ドンピシャではない時もありますね。二つ同時に来てしまうような運要素も絡みます。もうすぐ終わりそうです。ここからどこまでスコアを伸ばせるか。3196点、私の勝ち？人工知能も、まだまだですね。ところでこれ、皆さんも遊んでみて勝負しませんか？マインドレンダーという、無料のスマホアプリで自作ゲームが作れるので、そこにこのゲームを作りました。作品というとこをタップするとあります。これですね。スマホの人は左右のボタンで、PC の人は AD か矢印キーで操作です。現在は当然私が1位、これを抜かせる人は現れるのか。では遊んでみます。BGM や効果音、エフェクトもつけたので気持ちいいです。こんな感じです。まあ、シュールですね。でもこんな 3D ゲームがスマホアプリだけで無料で作れるってめっちゃすごいですよ。こっちは一つの三角につき、ちゃんと最高100点なので、マックス3000点のゲームです。今回は2737点、かなり高得点です。では皆さんの挑戦、お待ちしております。